皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師だった滝沢でございます。皆さん、こんにちは。今回はですね、スラム奏法実践編ということで、曲をモチーフにしてスラム奏法の解説を皆様にさせていただこうかなと思います。1ヶ月、2ヶ月前ぐらいに、僕と、YouTuber の宝部良二さんと、東海オンエアの利光さん、この3人で、米津さんのルーザー、という曲をカバーしたんですけれども、その動画があったんですけれども、その中でね、こうバシバシスラム奏法しているので、あのルーザーという曲をモチーフにスラム奏法の解説をさせていただこうかなと思います。ちょっくら難しいんですけれども、一通りバーッとマスターすると、結構幅が広がるというか、引き出しが増えるというか、ネタが増えるというか、ちょっとまたね、スラム奏法が得意になるかと思いますので、よかったらチャレンジをしてみてくださいませ。で、まだ動画見たことないよという方はね、宝部良二さんのチャンネルの方にそのルーザーの動画が載っかっておりますので、よかったらそちらまず、チェックしていただければという感じです。すごい、まあ、なんかこういったはなんですけども、すごいなんかいい感じにまとまってるので、よかったら楽しんでいただければという感じです。で、今回も画面ドン、ズババーンと、お手元も近くで、ね、お見せしながらやっていこうかなと思います。ちょっくら難しいんですけども、その辺は頑張ってチャレンジをしていきましょうということです。動画を2本に分けようかと思っているんですけども、今回のこの1本目の動画は、ズザッと、ワンコーラスのところまで行ってみようかなと思います。早速やってみましょうか。まず、この右手の叩くパターンがいくつか出てくるんですけども、まず基本パターンとして2つのパターンをまず覚えてください。叩きのパターン、基本パターン2つ覚えてください。まず1つ目、これ。1、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4でいくんですけども、1の時にダウンストロークと、このバスの音、この手首をボンと落としてダウンストロークとバスの音、これを同時に出します。1。で、2でダウンストロークだけします。1、ダウン。で、3で、この、スネアの音を出すんですけれども、この時にこの手をね、バーンとここで止めるんではなくて、そのままこう、かき上げましょう。弦を鳴らす方のスネアサウンドって感じですね。これでこう、バーンと止めるんじゃなくて、全体的にこう、バーンと、かき上げながら叩いていくと。これが3。で、4は普通にダウンストローク。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これがまずパターン1です。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、2つ目のパターンが、ちょっと細かくなります。ちょっとやってみるとこんな感じ。ドン、ドン、ダウンとこのバスの音をまず2回弾きます。ボン、ボン、ボン、ボン。で、2拍目は、パンと言ったら、かき上げて、ダウン、アップ。パン、かき上げ、ダウン、アップ。ドン、ドン、パッツ、ツッツ。ドン、ドン、パッツ、ツッツ。ワン、トー、ニット、トット。ワン、トー、ニット、トット。ワン、トー、ニット、トット。こんな感じです。で、3拍目はちょっと曲がって、アップして、ダウンとダウンストローク。ん?ダウンとバスドラの音ですね。アップして、こっち。ウッドドンって感じ。ウッドドン。で、4拍目は2拍目の手順と一緒です。ウッドドンと言ったら、パッドドット。ウッドドン、パッドドット。つなげると、ドンドン、パッドドット。ウッドドン、パッドドット。ドンドン、パッドドット。ウッドドン、パッドドット。こんな感じです。この2つのパターンが結構いろんなところでね、登場してくるので、ぜひとも丸覚えしてしまってくださいませ。どんどんバツッドゥ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 。こんな感じです。では、実際に、イントロの方から順番に行ってみましょう。もしちょっと覚えられないぜ、もう少し復習したいぜという方はですね、ビデオを巻き戻しして何回も何回も繰り返ししてみてくださいませ。必要ならば、まあ、紙とペンと用意してね、ちょっとこう手順とかメモする必要もあるかもしれませんけども、その辺は皆さんのペースに合わせて、学習していただければという感じです。まだまだいけるぜという方は、このまま進めてください。ちょっと巻き戻ししてぜという方は、巻き戻しをしてください。ちょっとメモ取りてぜという方は、一時停止をしてメモを取ってください。その辺は動画なので、皆様のペースに合わせて活用することができる。YouTube ってすごいね。あーは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 ー。はい、そんな感じでございます。イントロの方が順番行ってみましょう。ゆっくり弾いてみます。こんな感じ。ワン、ツー。
ダウン、リアル、ダウン。まあ、こんな感じなんですけども、順番やってみましょう。まず、E コードで、パッとドン、パッとドンと、さっきの2拍目と、2拍目、4拍目ですね。パターン2の2拍目、4拍目と同じパターンです。ツッコドン、ツッコドンと、2回弾きます。で、こっからが問題。この曲の中でこのイントロが一番難しいと思います。まず、この右手の叩きのパターン抜きにして、左手だけで行ってみましょう。F シャープマイナーはまず、ボンと一発弾きます。ボン。244222ですね。244222。F シャープマイナー一発ボンと弾いて、で、3弦の6フレット。で、その次、4弦の4フレット。ボン。パン、ボン。こんな感じです。ズン、カン、カン、カン。で、その次、小指が、4弦じゃないや、3弦の4フレットに行って、スライドとプリングをかましていきます。弾く、スライド、スライド、プリング。久しぶりにプリング。弾く、スライド、スライド、2フレットにプリング。ホルルン。で、ホルルンと言ったら、4弦の4フレットに行きます。薬指でも OK です。こんな感じ。小指でもいいですし、薬指でも全然 OK です。どっちでもいいです。ボン、カン、コン、カン、コン。で、パン、パン。いい感じでビビってますね。いいですね。ビヨヨヨンって。下あるかって話ですけど。ビヨヨヨン。ドン、カン、コン、カン。基本のパターンです。もう一回やってみます。じゃん、カン、コン、カ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 ン。で、あとはもう繰り返し、コードは変わるだけです。F シャープマイナー、F シャープマイナー、タン、トゥン、ティ、トゥン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 、で、0、2、2、2、0、2、2、2、バン、パン、ポン、パン、トゥン、トゥン、トゥン、こんなん。で、その次、2、4、4。で、B マイナー。B マイナー。ティントン、ティントン。この辺にしよう。で、その次 C シャープセブンス。4646ですね。この辺を。なんかこう、ジャカジャカと弾いて、なんか終わるみたいな、そんな感じでございます。で、これをパターン1の叩きパターン2、叩きパターン1に当てはめて、やっていくわけなんです。ちょっとやってみますね。こんな感じ。こんな感じなわけです。このね、全部の弦を弾きながら、その、単音を出さなきゃいけないっていう、この、ミュートっぷりがすげえ難しいなって感じですね。使ってない指をその、ね、使わない弦にその、べったりくっつけて、その、意図しない音が出ないように、もうひたすら気をつけましょう。ジャンカーンってこの3弦の6フレット行くじゃないですか。ビャンキャンってこの3弦の6フレット行くじゃないですか。で、この時に人差し指と中指とかね、もうめっちゃがっつりミュートしてて、その全部の弦を弾いても、このドシャープ以外の音は、出るようにするわけです。で、その次、この4フレットを弾いて、このパの音、パシャープの音を出すわけですけども、全部の弦を弾いても、こうしか出ないようにと。こんな感じでミュートをひたすら駆使して、ミュートテクニックをひたすら駆使して弾いていってくださいませ。これでイントロが OK。こんな感じで、イントロが OK です。で、その次、A メロのパターンに行くんですけれども、さっき叩きのパターンとしてやった2、パターン2のあれがもうそのままです。ちょっと弾いてみると、こんな感じ。もう左手がコードを押さえたら、もう右手はさっきのパターンを。
右手はさっきのパターンをひたすら繰り返すだけという感じです。コードがまず F シャープマイナー。244222。で、その次 A コード。0222。で、3つ目は B マイナー。202022。で、その次、4342。まあ、C シャープ7ですね。C シャープ7です。4342。もう一回。1個目が F シャープマイナー。244222。で、その次は A。0222。で、B マイナー7。20202。で、その次は C シャープ7です。4342。これはさっきのパターンに当てはめて弾いていくだけって感じです。こんな感じ。で、ちょっとプラスアルファで、一番最初、Let's go, darling, 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 のところで、ちょっとこのね、ブレイクがあるんで、この辺もやってみましょうか。まず1拍目、ボーンと F シャープマイナーを弾いて、ブレイクします。ボーン、ニー、ツクツパン。ボーン、ニー。ボーン、ニー、ツクツパン。ツクツパン。ワン、ツー、スリー、ホイト。ゴースト入りで、このスネアに行きます。で、このスネアの音が3拍目なんですけども、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。スリーの後に、スリー、ゴン、スリー、ゴン。F シャープマイナーを、スリー、ゴンと行きます。スリー、ゴン。で、スリー、ゴン。4拍目がちょっと難しいです。スリー、ゴン。ここまで OK。ワン、ツー、スリー、ゴン。ここまで OK。4拍目が、って弾くじゃないですか。パッタ、ここまではOKですよね。パッタタ、パッタタ、パッタタ。この後に、パッタタ、左手でプリングをして、アップストローク入れます。パッタタカタ、パッタタカタ。わかります?パッタタ、プリングしてからアップ。で、これをそのなんかこう、ね、流れの中にこう入れると、なんかこう、ノラって感じの、このなんか全ダウンというか、なんかこう、なんかアクセントというか、なんかこう、ね、エッセンスみたいな感じなんですよ。ワン、ツー。こんな感じ。ちょっとこれは難しいんですけどね、なんかできるとちょっと面白くなってくるので、ちょっとよかったら真似してみてくださいませ。パン。ワン、ツー、ツー、パッタ、タタタタタン。こんな感じです。いつも通りの通りの。で、よく聞くとね、結構この3連符がですね、随所随所に入ったりとかするんですけども、まあよかったら、こういうのをマスターしてみていただければという感じでございます。うまくできれば結構面白いですよ。で、その後、B メロに行きます。のところですね。ここも基本的に、パターン2の叩き、パターンで、コードを弾いていくだけって感じです。最初 D。で、E。で、F シャープマイナーなんですけども、F シャープマイナー244222で弾く時もあれば、ちょっとフォームを変えて、2×2200。2×2200。で、弾く時もあります。これは F シャープマイナーセブンアドイレブンとかな、そんな感じなのかな。ちょっと転生名がわかんないですけども、なんかこのマイナーセブンスに、なんかイレブンの音を足してな、ギターならではの、コードです。D、D、D、A 来ましたね。0222。で、その次 B マイナーから、C シャープセブンス。で、その次、4フレットじゃないや、9フレット制覇で、9フレット制覇の F シャープマイナーセブンスに行きます。で、その小指でちょっと巻きをつけて、
もう弾きます。で、また同じように E から F シャープマイナー。で、A に行って、B マイナー。で、決め。C シャープセブンスをワン、ツーと弾いたら、ちょっと、またおまけを入れて、ワン、ツー、バラババ、サン。ワン、ツー、バラババ、スリー。バラババは薬指からワン、ツー、スリーと広げて、指をワン、ツー、スリーと広げて、アップストローク。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。こうね、本当に指をこう順番に広げていくような感じです。その薬指が1、2、3と、ワン、ツー、スリー。で、この時にその爪をうまい具合に当てて、ワン、ツー、スリーと言って、アップ。今回、ワン、ツー、バカバカ、サン、スリーに対するこの全打音的な意味なので、バラババーと言ったらすぐに、C シャープセブンスを、ウェイと弾きましょう。ウェイつってこう、ヤンつってこう、バンつってこう、ダンつってこう、バラババ、ダン、バラババ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 ダン、ダンダダダン、ダンダンダン、ダラババン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 、ワン、ツー、バラババダン。って感じです。で、3拍目でバンと言ったら、ドン。ワン、ツー、ズブラバン、ドン。ワン、ツー、ズブラバン、ドン。こんな感じです。伝わってるんだろうか、これは。そんな感じですね。ワン、ツー、で、ズバババッといったらすぐに今度バーンといって、ドン。はい、バーン、ドン。です、バーン、ドン。はい、バーン、ドン。バンバンバンバドン、ドン、バンバンバドン、バンバドン、バン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 、バド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 バン。そんな感じでございます。で、これが、B メロですね。これが終わると、で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 、サビに行きます。サビも基本的にもコードプラス、パターン2って感じですね。ちょっとやってみますね。こんな感じ。まず、E フラットマイナーセブンス。6、8、6、7、6。で、その次、C フラット。2、4、4、4。で、その次、2フレット上がって、D フラットですね。4、6、6、6。で、その次、G フラットなんで、2、4、4、3、2、2。基本的にこれの、繰り返しです。そうですね、C シャープじゃないか。D フラットの時はこっちのフォームでやってる時もあるみたいですね。4、3、4、2。まあ、さっき C シャープ、C シャープセブンスが出ましたけれども、これは F フラットセブンス。まあ、同じフォームですね。で、その時 G フラットに行って、ちょっとおまけつきます。ジャンとコード弾いたら、小指と薬指で1弦と3弦の4フレット。弾いて、スライド。こんな感じ。で、あとは同じですね。ちょっとゆっくりサビやってみますね。サビいきます。ワン、ツー、サン、シー。これでワンコーラスが終わりという感じです。基本的にイントロ過ぎてしまえばね、そのコードをね、パターン B、パターン2でやっているだけなのでね、結構シンプルなんですけれども、まあ、ちょっとこのね、叩きパターンが慣れないと、うーって感じかもしれませんが、これ慣れてしまえばね、全然簡単なブルーやと思うので、よかったら習得をしてみていただければという感じでございます。それでは一番最後に、また一番最初からゆっくり弾いてみますので、よかったら参考にしてみてください。ちょっと近くでよく見てください。いきます。ワン、ツー、で、3ファイナー。
ワン、ツー、ズグラサン、ドン、はい。おまけ。こんな感じです。で、ちょっとね、2コーラス目からね、違うパターンも入ってきたりとかするんですけども、ここまでできれば、まあ、6割ぐらいはできたと思っていただいて大丈夫です。6割、7割できたと思っていただいて大丈夫です。ここからね、プラスアルファでまたこういろんなパターンが出てきたりとかするんですが、とりあえずこれがほぼ基本の状態になります。はい。ちょっと難しいところがね、ちょこちょこあると思うんですが、そういうときはね、ビデオ巻き戻し何回も繰り返して練習してみてくださいませ。まだまだいけるぜという方は、このまま2本目の動画もチェックしていただいて、全曲、フルでマスターしていただければという感じでございます。それでは、2本目の動画に続きます。また違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。あはは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 は。